YouTube 用です。コンディションいかがですか？コンディションはまあいい感じです。ぼちぼち。何の YouTube ですか？新報の YouTube。あ、そう、新報に YouTube あるんですよ。まあ、まあ誰も見てないんですけど。やばいっすね。もういよいよオリンピックっすね。そうっすね。でもあんまり考えてないっすね。特に考えなんか別に気にしてないっていうか、あんまりなんか、そうだな、なんか迫ってきてる感はまだないかな。もうあと2週間ぐらいですよ。なんすか、自分は8月6日なんで。まだ、まあ、考えすぎると余計疲れるんで、考えないようにしてるってわけでもないですけど、あんまりまだ迫ってる感はないですね。あ、気をつけた方がいいです。すごい体っすね。これ自分はでもちっちゃい方っすよ。もっと短距離の人たちもっとでかいっす。誰かの分背負って戦おうとは思わない。自分は今代表ではあるんですけど、応援してもらったらもちろん嬉しいですけど、みんなに勝ったから俺が頑張らなきゃとかじゃなくて、まあ、そうじゃなくても自分はしっかり頑張る。その負けた人たちのためっていうよりは、もう花から応援してくれた人とかいっぱいいるんで、その人たちのためじゃないですか。誰かのためっていうのは一番しっかり準備していくんで、でなおかつチャレンジャーっていうのがあるんで、やっぱ自分の今のマインド的にやっぱ自分のできること全部やりたいな、やっぱ一番大きいで、メダルっていうのはもちろん欲しいですけど、あれば絶対何かまた新しく得るものもあると思うし、自分自身変わるものもあると思うし、それは後付けかなって感じ。これぐらいにしかなかったです。キャロ行くんです。あ、ほんとだ、ちょうど、あ、かっこいいですね。ちゃんと採寸したんで。かっこいいとか、全員やるんだ。全部やります。そうなんだ。スーツとかもちゃんと。あ、そっか、スーツがあるんですね。はい、採寸とって今回はどこだ、青山。やっぱこれ着ると気分はいかがですか？やっぱとりあえずサイズに安心感。サイズミスってなくて届いて、でもやっぱ着るとおーって感じます。テンション上がるじゃないですけど、やっぱ嬉しいですよ。昨日まで本当届いて、ちょっと前に届いたんですけど、ずっと封印してたんで手つけずに、やっと着れるんで嬉しいです。なんかやっぱ変わりますか、気持ち？気持ち、そうっすね。あ、でもやっぱ気持ちはいいっすね、気分は。目標と、まあ、どこまでいけるかっていうところを期待してると思うので、はい、そうですね、まあ、自分ができることをしっかりやって、まあ、今まで積み重ねてきたことを披露できる集大成だと思うので、
それがしっかり出せればなと思います。ズバリメダルは、メダルは取れたらいいっすよね。やっぱ持って帰って沖縄に帰ってきたいっすね。取ってみんな来てくれるかな、空港とかガラガラだと寂しいっすね。それはやっぱりもう活躍次第かなと思います。そうですね、メダル取ってもガラガラだと寂しいんで、その辺はどうにか集めておいてください。